ちゃう。え、なんで今日あそこで寝てたのに、いつもお参りした後あそこの出世の水がまさぶってきたら、すごいないでしょ。いや、わかんないよ。お茶の足で寝てるのおかしいな。まあ、監視カメラあるはずだからさ。あの、ちっちゃい方、大きい方はあるけど、ちっちゃい方はないんじゃん。いやこんな日頃やんないだろ。関係ないよ、人いないんだ。まあ、まあ、日の中やるか。逆に人いないから、うん、なんか普通じゃん、うん、昼間いる方が、うん、不自然じゃない、まあ、動きが不自然だった。ねっ、ポピりたいね、この信号。渡れるか。小走りする。走んの。へん。裏。裏。いや、許せね。間に合うかな。間に合いそう。点滅しちゃった。この信号長いじゃん。長いね。三本も渡らなきゃいけない。あれ2ターンか。2ターンか。何通りか。なんか今日空いてんね。なんとか祭りって書いてある。花祭り？あ、しょうがないね。あんた花祭りって書いてある。寒かったなんとかこんとか。明日も出社です。本当だ。へえ、すげえ、花祭りなんてあんだ。ご自由にお飲みください、お抹茶。見てみる。お茶ある、お茶ある、お茶がある。俺初めて見たな、これ飲んでいいんだ。いや、ちょっと一杯いただきますか。うん、ああ。これどこに捨てればいいんだろう。いや、持ち帰るか。左にゴミ箱あった。いただきます。すげえ、こんな感じですね。甘っ、めっちゃ甘いこれ。あ、ここにある、ここにある。めっちゃ甘い。
じゃ飲まなくていいの、うん、なんかね、砂糖水、砂糖とお茶を混ぜた感じの匂い。初めて見た。ポン。パパ虚無の顔になってる気がする。嫌じゃないんですけど暇なんです。かわいいよ。暑いな。暑いっていうか寒い。初めて見た、あんなイベントやってんの、うん、4月8日はお釈迦様の誕生日。うん、お坊さんはあるけどね。メガネかけた住職。あ、鼻かゆい。ポプの面がビー玉みたいになってるの可愛い。足がいるか。わーん、明日は留守番だぞ。わんわんわん。